ということで今日はこの INTJ、うん、うまくないアポロアポロン、はい、違う、あ違う、プロメテウス、はい、と INFJ なので、うん、アポロンですね、うん、の内向直感タイプのお話をさせていただければと、うんはい、このセルフヘルプ術、うん、カーシーだね、ちょっとあの MBTI、うん、今日はこの MBTI タイプ入門を元にさせていただくんですけど、はい、まあ話は違うんですが、このカーシー博士のセルフヘルプ術でパーセントが書いてあるんですね。どっちのタイプが何パーセントいるかみたいなところでいくと、例えばこの外向が 75% で内向が 25% なんですね。で感覚直感、はい、S と N でいくと感覚型が人口の 75% で直感型が 25% なんですね。で、まあ、あと思考感情認知判断っていうのは50-50-50-50って書いてあるんですけど、この内向は 25% で直感もまた 25% っていうところで、今日取り上げさせていただくこの2つのタイプはやっぱりこのマジョリティ側ではないので、やっぱりマイノリティ側なので、このマジョリティ側からするとちょっと羨ましいところはあるんですよね。もう存在がなんて言うんだろう、もうとんがってるわけじゃないですか。希少な希少種希少種、はい、うん、羨ましいなって思うところはあるんですけど、うん、まあ、それもまた何て言うの、せめぎ合いというか、せめぎ合いというか、まあ、だからマジョリティの方が生きやすいみたいなところじゃないですかって思われてるかもしれないですね、うん、はい、うん、っていうこの2つのタイプを、うん、この INTJ っていうのはここですね。あ、クリックが見えないか、ちょっとちっちゃくて見えにくいかもしれないですけど、内向直感主機能が NI直感ですね、うんうんうん、でまたアポロンも INFJ の直感でございますと、うんうん、で特徴としましては、こちらが MBTI への正体から、うんうん、あのちょっと二等兵が抜粋したものなんですけど、うん、内向直感の特徴としては、うん、知識を重視する人、うんうん、内省的であると、うん、で学術的なことを重視する、うん、これがまあ書いてあったのでそのまま書いたんですけど、うん、やる気があるかどうかで評価しますと、うんうん、で形式を重んじる、うんうん、物事の進化を重視する、うんうんうん、物事の知的な部分を重視する人、うんうん、で、今後のことや可能性に興味を向ける人、うん、どうなのかより、うん、どうなるのか、うん、それがどうなのってことよりも、うん、それがどうなるのか、はいはいはい、とか問題の中心に目を向けている印象があるよと、うんうん、で学ぶことが好きなので努力家と見られる、うんうん、まあ、好きなことをしてるだけかもしれない、うんうん、けど周りからすると努力家に見える、うん、で周囲からは落ち着いていて集中力があると見られている人、うん、っていうのがこの、MBTI の正体で書かれていたものですと、はい、うんうん、ではじゃあこちらの、はい、インザグリップ、インザグリップでは何と書いてあるかというと、うん、自分の好む直感機能を内界で用いることで動機づけられるため、うん、自分の内から湧いてくるアイデアや概念、うんうん、今後起こりうることのイメージを描くのに意識的に直感機能を用いて、うんうんうん、16タイプの中で最も独自の知的世界を持っていますと、うんうんうん、なのでこのような特徴が見られますと、うんうん、あらゆることを説明するための独自の理論を持つ、うんうんうん、既存の方法よりも革新的な方法を好む、うん、通常思いもつかないような観点から状況を見ている、うんうん、鋭く素早く説明がつかないがやたら正確に言い当てるような印象を周囲に与える、うん、洞察的な分析をし自分が下した判断をズバリ言う、うん、余計なことを取り払い本質的な意味だけを捉えようとする、うん、自分の判断を絶対に変えないような印象を周囲に与えることがある、うん、人を振幅させるような強い印象を伴った予言を行うようなことがあると、うんうんうん、なんで先ほど
はい、この MBTI の正体で挙げたのは、うん、形式を重んじるっていうのをちょっと言ったんですけど、うんうんうん、そことはなんかちょっと違うなと思ったのが、うん、この思いもつかないような、うん、まあ、観点から状況を見ていると、うん、既存の方法よりも革新的な方法を好むっていうのが、うんうん、なんかこの辺なんか僕の中ではちょっと説明がうまくつかないところではあるんですけど、うんうんうん、まあ、そもそも直感ってなんだっていうのが、まあ、僕の中ではあるんですけどね、うんうん、なんかいろいろなんか難しいですよね MBTI。 これ P の要素って勘違いしたりとか、これ思考の要素って勘違いしたり、分かる、はい、みたいなのがいっぱいあるじゃないですか。分かる、はい、直感ってなんだって話ですよね、そうなってくると、うんうん、そう、直感ってなんだ、直感と感覚の違いって話ですよね。はい、感覚は五感を通じて情報を集める、うんうん、具体的な事実、うん、物事の詳細、うん、今ここで起きていることや、うん、今までの体験に意識を向ける、うんうんうん、まあ、今、まあ、今と過去ってことですよね。そうですね、うん、なのでどうなのかっていうことなんですよね、うん、これは多分どうなのこれこれってどうなのそう、どうなのが僕ピントまだ来てないですけど。なるほど。で、直感っていうのは、うん、パターンや全体像、うん、イメージを通じて情報を集める、物事の関連性や意味、うん、今後の可能性に意識を向ける、うん、なんでどうなのっていうのは、うん、それがなんでこういうことが起こったのか、うん、知らなければ今後のことは分からないよ、うんうん、がどうなのだとすると、うん、どうなるのかっていうのは、うん、今こうっていうことは今後どうなるんだろうっていうことが気になる人が直感っていうことなんですかね。まあ、なんかイメージの人ってで僕は読みましたけどね。で、隊長、そのイメージの人っていうことの方がピンとくる、うん、自分自身がですね、はい、まあ、両方ピンときますではなんかイメージじゃないですか、なんかこう具体的に説明できないけど、あ、まあ、そう言われるとそうですね、はい、うん、なんかこういうことがなった時にはこういうことが起こるみたいな、はい、イメージなんかあるじゃないですか。ある、ちょっとこういう時は雨が降る、そういうこと言われたら僕もあるぞそういうのはだから両方来るんですよそう言われると僕も来ますね、うん、そういうのは、うん、なんかうまいこと説明はできないんだけど、なんとなくこれってこうじゃないのって思うことって結構あるじゃないですか、はい、あ、でもそれを説明できないもどかしさはあるんですけどね。そうそう、はい、でそれが直感かなみたいな、それが強い、まあ、強弱の問題なのか何なのかは分かんないですけど、はい、で感覚はもう具体的にこれがこう、数字がこうなったらこうなるみたいな、お客さんが5人来たら1人は買っていくみたいな事実、データみたいな、そういう部分なのかなみたいな。僕多分データないですけどね人生で。ああ、でもそれを、まあ、データっていうと、まあ、思考的な部分だから、もうちょっと感覚的に、はい、感覚的にって同じこと言ってる気もするけど、はい、分析は早いし、こうなるっていうのが分かるっていうのはあるよねと、 INTJ の方々ですかね、うん、で TP にとってはそれがなんでとなると、うん、まあ、J の人は多分決めちゃうんでしょうね、うんうんうん、お互い今日はあのジャッジする人、うんうん、どっちも、うん、はい、あ、で断定と行動までが早いイメージだと、うんうん、この方々、うん、まあ、直感でジャッジの人たち、直感でジャッジする、はい、キスケさん、おはようございます。おはようございます。初めましてかもしれません、はいはい、これまでのイメージを主張りってことだと思いますと。よく出てくる？よく出てきますよ。シュハリ？シュハリ、武道とかでよく出てきますよ。シュハリとは、はい、剣道や茶道における段階を示したもので、シュ、うん、は師や流派の教え、うん、型を忠実に守り、うん、確実に身につける段階。派、うん、は他の師や流派についても考え、うん、良いものを取り入れ、真偽を発展させる段階。理、うん、っていうのは流派から離れ、うん、独自の新しいものを生み出し、うん、確立させる段階だと、うん、なるほどってよく見ます。何で見てんだろうな僕で。これまでのイメージを主張りってことだと思いますが、ここでどこにつながってるか、どこにつながってるかがごめんなさい、うん、我々の進む道がってことなんですかね、うん、で僕はすごいポジティブに勝手にポジティブに受け止めたんですけど、うんうんうん、頑張れっていうメッセージだと受け止めました、うんうんうん、違ったらすいませんイメージとイメージの間を飛び回って可能性を考える人たちだと。
でメリーさんおはようございます。それ失敗するよねって思うことを、うん、周りが想像しないことを不思議に言うんですよ、うん、不思議に思うんですよね、うんうん、あメリーさんがそうなのかな。で失敗までの流れを示して止めようとしたり放置したり、うん、そういうことですかねと、まあ、直感具体的に何がどうだ感覚の人は具体的にこう人がこうやって動くからこういうふうにした方がいいみたいな判断、はい、だけどなんか直感の人はなんか今空気が悪いからこうした方がいいみたいなっていう話ですかね。若者主ができてないのにいきなり歯から入りがち問題と、うん、よくありますよね。まあ、うん、あの歌丸さんも言ってますよライムスターの、うんうん、型破りっていうのは、うん、型をつけてからだと、うんうんうん、ピカソも、はい、上手に描けるって話ですもん、ね、もちろん、はい、いきなりああいうのを描き出したんじゃなくて描き出したんじゃない、うん